今月末の日中国交正常化50周年を前に、中国文化や中華料理などを紹介する日中交流フェスティバル2022が都内で開催されています。こちらでは3年ぶりとなる日中交流フェスティバルが開催されています。あいにくの天気にもかかわらずお客さんが集まっています。今年で5回目を迎える日中交流フェスティバルは24日東京代々木公園で開幕しました。開幕式にはイベントの最高顧問を務める福田康夫元総理らが出席しました。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で3年ぶりの開催となりました。国同士はなんか情勢としてはなんかピリピリしたニュースが多いんで、こういった機会で文化レベルで、ね、いい交流関係が作れればいいんじゃないのかなというのは思いますね、はい。このイベントは25日まで開かれ、29日の日中国交正常化50周年を前に、両国の民間交流と相互理解を促す狙いがあります。